いて。サバが 1.10 に対応したと聞いて入ってみたら、すでに働き者のアッキさんがお家を建てたり色々整備したりしてるじゃないか。権限ないから初期スポーン付近いじれないし。いきなり夜だったり空勢で何にも持ってない状態で戦闘だよ。いくらなんでもひどいじゃないか。あ、アッキさんだ。助けて助けて。いやー助かった。凡人のくせになかなかやるじゃないか。どうもどうも、お久しぶりでござりましゅる。どうやら家が完成したようだ。宅急便です。おや？なんだ、送り先を間違えたのか。僕がネザーにお届けされてしまったよ。というかむちゃくちゃ重いな。このワールドでネザーは初めてだから、重くなっちゃうのよね。ゲート付近にソウルサンドが、またバイオームが作れるぜ。でも要塞を見つけないとバイオームは作れないな。ガストの声がする。おい凡人、パンツ食えないとかギャグ言ってる場合じゃないぞ。見間違えかもしれないから戻ってみよう。とりあえずご報告。こう言っておけば誰かネザーに行ってくれて探索もやってくれるはずだ。アッキさんと TA さんが釣れました。探索はお任せしましょう。探索なんかよりも重要な使命があるんだよ。豆腐なんかに興味はない。ありなさい。しつこい奴らだ。ポテト。よこせよ。そうすれば命だけは助けてやる。ポテトを落とさなかった君に慈悲はない。地獄で存分に苦しんで消滅するがいい。1.10 になったからマグマブロックというものがあるんだな。光源にもなるし。結構使えそうだね。上に乗った人にダメージを与えられるし。グッフ。通常世界に帰ってきたよ。素材も結構集まったし、何をしようか。とりあえず手持ちのソウルサンドをどうにかしたいね。一瞬何かがちらっと見えたようなそんな気がしたが君たちは何も見ていない。やられる前に、やらねば。大丈夫だ、奴は今チェストに集中へ。くっくるなら来い、マグマブロックで焼き尽くしてやるよ、今だ。なに？まずい、感づかれる前に直さなくては。しまったインベントリがいっぱいだ。うわーい、許してくださーい。白馬の王子様。いや違うな。ただの凡人だ。馬に乗ってるからっていい気になってるんじゃないぞこの野郎。てや。何すんじゃあこのアホンダラ作業中めな。俺はもう怒ったぞー。え、ちょ？やめ、アッキさんやめて。痛い痛い、アッキさんすいませんでした。お風呂がない。あの浜野さんがいるのにだ。建築用に集めたけどいらないって言われた水晶が余ってるから適当に作ろう。床もしっかり張り替えて水漏れ防止だね。これじゃ光源にマグマブロックを置いてっと。あとはなんとなく装飾しきて。何すんじゃ、スケルトンごときが。って人参食べれないんだけど、またサーバに負荷かかってるのか。やっぱりサバはいろいろ安定しない。なんてことしてくれるんだ緑虫めが。そして悲劇は繰り返す。後日、サバ住民全員が集合した。ここで僕は一つの疑念を抱いた。天の弱サバの住民は気違いばかりだ。
まともに挨拶ができるのだろうか、と。疑念を抱いたら実験だ。実験こそ正義だ。赤羽さん、オスオス。赤羽さんは一度無視して、挨拶を戸惑った後挨拶をしてくれました。まだまだ良心的ですね。紳士君、君にはお肉をあげよう。重要なタンパク質だ。食べて強くなるんだよ。ところで飼い主の凡人はどこに？やあ、アッキさん、どうもこんにちは。テストとお話が忙しいお年頃なのでしょう。虫カウントをプラス256にしておきましょう。おい凡人、何か動きを見せろよ。TA さんオスオス。あ、無視したでしょ。今無視したよね。カウントプラス1だな。あ、TA さんはまともな人だから挨拶返してくれますね。これを紳士君たちにあげると可愛いですよ。え、むしゃむしゃ。うわぁ、TA さんそれ犬の餌だってばぁ。仕方ない。ほらもう一個あげますよ。今度はちゃんと紳士君にあげるんですよ。あっちょ、TA さんそれ食べちゃダメですってば。ちゃんと人間の食べ物を食べてください。TA さんに勧められて餌なんて食べるんじゃなかった。お腹痛いよ。あ、浜野さんどうもどうも。無視した。思いっきり無視したよこの人。浜野さん、挨拶大事。ねえ、ちょっとは反応してくださいよ。ここまで無視されると、僕悲しくて死んじゃうよ。挨拶、大事。おい、浜野さん、もしもし、起きてますか？浜野さんオスオス。やっと挨拶してくれたよウルール。さあ、最後は謎の多いサバ主フミさんに挨拶しに行こう。パツ。何しやがるこの凡人ゲーな、くらえ。当たりました。やりますねー。うわわわわ、アッキさんが飼ってる犬どもか。なかなかフミさんが現れませんねー。暇なのでお友達を呼びました。やんちゃなお年頃ですね。いやー、かわいいですねー。これぞマイクラって感じですな。ぐるっと回ってこっち見るのがなんともたまらんよね。この子、すっごくかわいいでしょ。癒しですなぁ。本当にかわいらしい。君は本当に敵なのかい？僕にはとても敵だとは思えないよ。アッキさんが嫉妬してきちゃったよ。どうしようか。僕はアッキさんより子供ゾンビを選ぶんだぁ。あちょ、逃げないで。僕の癒しよ。近寄るな、この変態。この子供ゾンビは僕だけのものだ。あ、犬がたくさんこっちに。うへへへ、もっくもっくだーい。あ、ふみさんだ。さて一体彼はどんな挨拶を？ふみさんオスオス。虫ですかそうですかまあある程度予想してましたけど。オスオス。まあこの程度ならさっきの浜野さんより常識的だしたしょうはね。でもさ、これだけ近くで挨拶してるってのに虫はないんじゃないかな。完全虫ってどうなんだい？ねえ天の弱さんよ。ちょっとくらい反応してくれてもいいじゃないのよ。結局コンタクトは取れなかったよ。どうやら人間の言葉が通じないみたいだ。実に残念だねー。相変わらずよくわからん人だ。いや人なのか？というわけでサバイバル編をお届けいたしました。なかなか狂ってるね、みんな。何？一番狂ってるのはお前だ、だって？一体何のことを言ってるんでしょうねー。まさかこの僕が狂っているなんてありえないですね。封鎖用楽しい。今何をやってるのかって？最大マップ 2048×2048 の掘り抜きだよ。
は、下界ではこれが普通じゃないだと？僕の中では普通だから普通なの。これ絶対、